あの銃からリップルレーザーを撃ってくるんで、ここもいい感じに距離を取ってスペシャルアタックを当てていく感じですかね。どんどんダメージ当たると赤く点滅するのがいいよね。お、倒した。うまい。うまいですね。でこれでまだステージクリアじゃないんですよ。二面なんですよね、これね。用水路のステージなんですけど、これ実は用水路安全地帯があって、今アイランドさん見せてくれてるんですけど、はい、この段差と水路の本当ギリギリのラインが安全地帯、敵がこっちの認識なくなるんですよ。出た。でもこっちの攻撃当たるってやつで、へそう、まあ、ランクがあるんで、結局こうやってる間もランク上がっちゃうんだけど、はいはいはい、まあ、一応安全に雑魚を処理することができる。なるほどね、はい、このラインにいると敵が、時期を気がつかないんだよね。なるほど、魔性のラインがある。すごいですね、間にちょうどいるんですね。そうなんですよ、アイスモデルいけるところ。なのでこれはちょっとみんな真似してくれれば、この面は確実にノーダメージでクリアできるんで、使わなかったら結構激しいですね。やばいですね、難しいと思いますね。